ですけど、騎馬民族はまあ滅ぼしていったわけですね。世界、日本、無大陸にいた日本人が全部世界に散らばって、で、あの世界を荒廃させたわけですよ。だから住むとこがなくなったんで、日本にふるさと帰りしてきた、里帰りしてきたというのを、このツバメがね、ツバメは必ず生まれたところに戻ってくるんですよ。これ空海知っとった。だからこの物語の中に入れ込んだ。これ竹取物語を深読みしないとなかなかそこまではわからないんですけど、ツバメはふるさとに戻ってくるんですよ、必ずね、巣のところにね。それをこの空海が、だから日本の民族は世界散らばったんだけど、空海のお母さんもあの柚月の君でありね、原始キリスト教信者だったわけですね。そこで空海が生まれてますから、それを知ってたわけ、キリストの生まれとかね、日本人の生まれね、それをここに入れたんじゃないかなと。で最後にこの、これ何でしたかな、これは 船に乗ってあの行くところね、これはあの竜の首の玉ですね。竜の首にある玉を持ってきてくださいということで、何やら宮から船に乗るんですね。そして行くんですけど、竜神がもう大暴れしたわけですよ。でも災難になったんですね。で明石の浜に打ち上げられたという物語が書いてあるんですけど、それは実際空海がですね、遣唐使で中国に行った時にもこの船で瀬戸内海で嵐にあって行けなかったんですよ。最澄だけは先に九州行ったんですけど、空海の第一線とかは船が壊れたのでまた戻ってきて、再度1年後にまた遣唐使で行ったというね。でさらに九州から中国行く時にもまた大嵐にあってね、あのその姿をこの竹取物語の中に描いてるんですよ。だから体験した人でなかったら、こんな絵柄をね、その竹取物語の中に入れ込むなんてことはなかったんじゃないか。だから空海作者というのも分かるしね。で渡り鳥というのもね、このツバメね、お母さんもあの柚月の君であり、イスラエルからやってきた原始キリスト教の信者だったわけですわね。かつて日本から、もう大陸から行った世界散らばった人たちがまた帰ってきた、里帰りしてきたということを表すんじゃないかなと私は思うんですね。でこの、最初のこの民衆の鉢ね、これ釈迦が持っていた民衆の鉢、これで結局仏教のことを書いてますでしょ。だからこの竹取物語の作者はこれで仏教に関係した人だろうということがお分かりいただけるんじゃないかなと思うんですね。だからその後空海がもう浮かび上がってくるわけですよ。いろんなことを考えていくと、もう空海しか考えられないことがもうありえるということですね。で月の世界でしょ、かぐや姫月から来たでしょ、月からね。だから空海はあの地球以外の惑星も知ってたということですな。なんでそんなもん知ってたのか。月からかぐや姫が舞い降りてきた。で光り輝くところがあったので、竹取の沖縄近づいたらかぐや姫がそこにいたということですね。で最後のラストシーンでは月へ帰りますでしょ、かぐや姫はね。だから月から、だから宇宙のことを知ってたと、この作者は。空海は宇宙まで知ってたということに、まあ、なるわけですね。であの最後に月から迎えが来て、で、まあ、ここのこのシーンなんですけどね、これ今あのちょうど、ふすまをこう開けるとですね、ぶわっとこうね、最後のラストシーンがこう浮かび上がってくるわけですね。で迎えが来て、であの帰っていくというシーンで終わって、でその後伏見の山、不老不死の山に出てくるんですね。で不二さんが出てくるんですよね。でなぜ煙が上がってるのか、次から迎えに来た人が不老不死の薬を置いていったわけですね。人類永遠のテーマであるね。でそれをもう帝がいない、帝はですね、かぐや姫のいないこの世の中にもう長生きできる薬があってもしょうがないからということで、大隅の隼人の兵隊に言ってですね、不二さん、2つの山だったんですよ、不二さん、そこに行って燃やしてきなさいということでラストシーンで終わるんですがね。だから3000メーター級の山にはまだ平安時代はなってなかった、増山運動を繰り返してたわけですね、平安時代の頃はね。だから煙が上がってた、そこのシーンをラストに持ってきた。ところが物語はこの京田辺のこの山本という地域で、ここにそんな富士山がないやないかと、
皆さんおっしゃるんですけど、ご存知この京田辺にこういう山があるんですよ。神奈美山、神奈美山がちゃんとそびえ立ってる。これは隼人の兵隊が進行する山なんですよ。祭りの時には神奈美山のところへ行ってね、天照総御神月読の御事を降臨させてきて、そして地元の月読神社で祭りを行うんですよ、隼人前をね。その場所がここなんですよ、京田辺なんですよ。竹取大きなね、山本近くなるところね、最初のシーン、ね、山本はここが山本村やったんですね。平城京から最初の馬屋にあたるね、古山陽道、古山陰道の平城京から最初の馬屋の場所がここ。だからここは間違いないと、山本という地名があるからね。だからこれらは考古学の森越先生とかね、文献学の、京都府立大学の名誉教授のね、門脇定先生とか、それから地名学の吉田先生と か、各分野の先生方が、ここはもう竹取物語のそのもの、ずばり地名もあるし、場所もあるし、隼人もいるし、富士山の値する神奈美山もあると、信仰の山でもあるということから間違いないということになったわけですね。で、こんなアホなあの、ね、博物館を作らざるを得ない状態になってしまった、言い出しっぺの私が、金もないのに。しかも本館を建てて、この後本館見ていただくんですけど、本館建ててる時にここに入っておられたね、あの玉井宝泉じゃない、これ玉井宝泉が書かれたね、この作品なんですけどね、地元のね、滝木に、たまたま滝木の一休寺のあるところに玉井宝泉さんがここにまあ紹介してるんですけど、こういう絵柄をね、こういう絵巻物じゃなしにこういうのを書いておられたんですよ。それは分かって、でここに知らなかったっていうんですね、この絵柄を描いておられてたのね。だからここに博物館作るから、この襖絵描いていただけませんかと、あ、描きますよということで描いていただいた。本館の方にもまだ4つの画面があるんですけどね、これこんなんね、普通こんなん描いてもらうことはなかなか描いていただけなかった。これ貴重な資料なんですね、玉井宝泉で、宝泉ってあるでしょ、神橋草がぶりの方ね。で線は泉でしたかね、うん、これね、私の名前二字取ってるでしょ、小泉の泉でしょ、吉高の吉も方でしょ、こう偶然の一致なんですよ、これ、うん、私の名前の二字を取っておられる宝泉さんっていうのはね、すごい縁ですね、だからね、不思議な縁なんですよ、こんな絵柄がまたこの京田辺の、で玉井宝泉さんがもうお亡くなりになられたんですよ、 2年ほど前かな、残念ながらね、まあそういったことでね、今何時ですかね、もう30分ぐらい過ぎたのかな、今何時になりましたかね、10時半でまだ30分ありますね。でね、こちらの方ね、帰りに見ていただいたらね、ここにあの竜神がおるんですよ。これもあのどうここ竜神見て帰ってください。この竹取大きな博物館のところにですね、この竜が舞い降りたんですよ、竜が舞い降りてね、でそのシーンなんですよ、この竜が。竜というのはね、世界を平和にするためのね